本当に、まあ、小学校の頃からあのドラゴンボールに出会って、まあ、模写して、まあ、友達に見せては、まあ、喜んでもらったり、あの、まあ、すごいねって言ってもらえるのが嬉しくてですね、絵を描くことが楽しくて本当ずっと続けてですね、それが今の仕事にあの、まあ、生きてきたっていうのがあるので、努力はどこでもできるというか、まあ、引きこもった時はですね、あの不安な気持ちありましたけど、引きこもりながらもあの自分の好きなことがあると思うので、まあ、それを思いっきりあのやってもらって、あの楽しんでほしいなと。でそれがいつか人との縁だったり、まあ、仕事につながったり、まあ、楽しんでればいつか無駄がない時が来ると思うんで、思いっきりあの楽しんでもらえたらあのいいかなって。あの、まあ、引きこもってコミュニティがないかったりする場合もあると思うんですけど、本当あの引きこもりながらもなんかやってたりするので、あの、まあ、そういうところをあの聞き出して、なんか信じてというか、あ、こんな特技があったんだっていう、そこを伸ばしていくようなことをしてもいいかなと、まあ、褒めたりですね、まあ、褒められると嬉しいので、やっぱ声かけていくことが大事かなって思います。本人を知ってあげるっていうのが大事かなって。で、その思いも伝わってると思うんですよね、もう十分ぐらい。ただきっかけがないと思うので、そうですね、何かきっかけになることを探してあげたり、何か縁になって、ほんとちょっとしたきっかけで僕も変わっていけたり、あの仕事につながったので、何かきっかけですね、それを与えてあげるのが大事かなって思います。まあ、Perfume 自体もあの、まあ、広島から出てきて、あの、まあ、不安だったりすること、まあ、共通して僕もあったかなと思います。だからそこを、まあ、成功している彼女たちの姿を見て本当憧れだったし、まあ、今でも憧れですけど、あの、まっすぐにあの前進していく Perfume の姿っていうのを本当憧れて支えになりました、はい、そういう存在になれたらと自分も思うんですけど、まあ、まだまだあの努力が足りないと思うので、あの Perfume の背中ちょっと追いかけて、あの本当伝えられたんで、いつか感謝の思いを伝えられたらなと思います。今伝わるかもわかんないですけど、ありがとうございます。